第九代スペンサー伯爵、チャールズ・エドワード・モーリス・スペンサーは、イギリスの貴族、政治家。ダイアナ元皇太子妃の弟であり、ケンブリッジ公ウィリアムとサセックス公ヘンリーのおじに、あたる。父が、スペンサー伯爵位を継承した1975年から、自身が爵位を継承した1992年まで、オールトラップ死爵の儀礼称号を使用した。 1964年に後に、第8代、スペンサー伯爵となる、オールトラップ子爵、エドワード・スペンサーの次男として、ロンドンの病院で生まれる。母は、第4代ファーモイ団爵モーリス・バーク・ロッシュの娘、フランセス。姉に、セーラ、ジェーン、ダイアナがいる。また兄に、ジョンがいたが、生後すぐに死去したので、チャールズは待望の着男としての出生だった。 ウェストミンスター寺院で洗礼を受け、女王エリザベス2世が大母となった。長子生らとジシ・ジェーンは1967年にオールトラップ試着下のクラスノーフォークのパークハウスを出て、寄宿学校に入ったので、チャールズはダイアナと二人でパークハウスで育った。二人はよく指定喧嘩もしたが、いつも体の大きいダイアナが勝ったという。チャールズはダイアナはよく常ると記憶している。 しかし成長した後にはチャールズが口でダイアナをやっつけるようになったという。しばしばダイアナのことをブライアンと呼んでバカにし、両親から叱られたという。チャールズが4歳の頃の1969年に両親が離婚。これについてのチャールズの唯一の記憶は、彼がおもちゃの汽車で遊んでいる時、母、フランセスが泣いていて、父エドワードはチャールズに向かって何も心配は、 ないんだよと言いたげに弱々しく微笑みかけている光景だったという。ただ当時彼は幼すぎて離婚のことはよくわからなかったという。チャールズとダイアナは優しいものからサディスティックなものまでいろいろな乳母に育てられたが成長するに従って乳母たちと父エドワードの関係を疑うようになり乳母たちに嫌がらせをするようになったという。 チャールズはこの自分の経験から子供たちの養育に、ウバを雇わないことを決めたという。父エドワードと接することは、あまりなく、稀に芝生でクリケットして遊んでくれるぐらいであったという。ロンドンのベルグレービアで暮らす母とは毎週末にウバに連れられて、会いに行った。母の最高の相手ピーターシャンドキッドとも親しくなり、元海軍軍人のピーターはチャールズに、低督帽子をかぶせてくれ。 以降、チャールズは、低督と、あだ名されるようになったという。やがて姉ダイアナも、寄宿学校に入学することになり、チャールズも、ノーザンプトンシャーのメイドウェルホール校に通うようになった。1975年に祖父である第7代、スペンサー伯爵アルバートが死去し、父が、第8代、スペンサー伯爵位を継承。それに伴い、チャールズは11歳にして、 スペンサー伯爵の着難の儀礼称号、オールトラップ死爵を名乗ることになった。1977年に父がダートマス伯爵夫人レインと再婚したが、オールトラップ教もダイアナもこのまま母のことを好きになれなかった。オールトラップ教は、とりわけレインが屋敷に飾られている美術品を売り裁くことに腹を立てており、彼女は僕が受け継ぐはずの財産を売り払っていると、 しばしば不満を漏らした。だが父スペンサー卿はレインを擁護し続けた。スペンサー卿とレインの考えるところ、屋敷の維持費を捻出するにはそれしかなかった。1977年から1979年にかけてオールトラップ卿は女王エリザベス2世の名誉保障を務めた。1981年7月に姉ダイアナがチャールズ皇太子と結婚した際にはまだ、 イートン校の学生だった。結婚式で父スペンサー教がダイアナに連れ添ってバージンロードを歩くのを見届けたオールトラップ教は父があの役目を成し遂げた瞬間は私たちにとってとても感動的なひとときでしたという感想を述べた。オールトラップ教は成績優秀でありイートン校からオックスフォード大学に進学できた。オックスフォード大学では モードリン・カレッジに在学し、現代史を学んだ。イギリス首相のボリス・ジョンソンは、イートン・コート・オックスフォード大学時代の同級生で、親友だった。1987年から1991年まで、アメリカの NBC テレビの外国特派員を務める。ついで1991年から1993年にかけて、グラナダテレビのリポーターを務めた。 1992年に父の死により第9代スペンサー伯爵位を継承した。貴族院議員に列し貴族院改革のあった1999年11月11日まで在職した。家督前にはオルソープ邸の美術品を売るレインを批判していたスペンサー卿だが、結局彼も家督後には美術品売却を続けた。その理由は、 レインと同じく屋敷を維持するためにはそれしかないというものだった。姉ダイアナと皇太子が別居した後の1993年4月、オルソープの辞書内にあるガーデンハウスをダイアナに提供するという話がスペンサー卿とダイアナの間で進んだが、結局スペンサー卿の方から断った。警備を大幅に強化しなければならないことを言い上がったためだった。 ダイアナは信頼していた弟に裏切られたような気持ちになり、最もらしい理由だけど、やはり傷ついたわ。大した不都合でもないのに、それも我慢できない程度にしか、私を愛していないということでしょうと述べ、その後しばらく、スペンサー卿と口を聞かなかったという。1997年8月31日、前年に交代子と離婚したダイアナが、パリで交通事故死した。 この方を聞いた、スペンサー卿は、私はプレスが彼女を殺すと、いつも思っていたと述べ、マスコミを批判した。9月6日に行われた、ダイアナの王室国民葬で、スペンサー卿は、私たち血縁者は、あらゆる努力を尽くして、貴女の二人の素晴らしい息子たち、貴女が、想像力と愛情を注いで育て上げた、この少年たちを育てていくことを誓います。 貴女が望んだように彼らの魂が伝統と義務を受け継ぐだけではなく自由に歌うことができるようにと長寿を述べた。またダイアナは離婚にあたって王室から2550万ドルの遺者料を獲得したがその際にエリザベス二世女王は条件の一つとしてハーロイアルハイネスの称号を彼女から剥奪した。これに反発していたスペンサー卿は長寿の中で ダイアナがあの独自の魔法を生み出し続けるのに、王室の称号など必要としませんでしたと述べている。スペンサー家と英国王室の間にはその後も確執が続いたと言うが2004年7月に開催されたハイドパークダイアナ引き年噴推春公式で女王とスペンサー卿はにこやかに家宅握手を交わしており、英国メディアは両家にようやく行きどけと報じた。 2011年のウィリアム王子とキャサリン妃の結婚式では BBC のインタビューに対してとても感動的だった。ただ一つ残念だったのはダイアナがそこにいないことだという感想を述べた。4冊の歴史書を表しており、そのうちの一つがブレンハイムヨーロッパのための戦いである。1992年3月29日に父エドワードから以下の爵位を継承した。 1989年にモデルのビクトリア・ロックウッドと結婚。彼女との間に以下の4校を設けている。ビクトリアと1997年に離婚し、2001年にキャロライン・フロイトと再婚。彼女との間に以下の2子を設ける。キャロラインとも2007年に別れ、2011年にはカナダのモデルで事前科のカレン・ゴードンと結婚。 彼女との間に現在以下の数ズがある。ありがとうございます。